九龍壁北海公園至近所、天壇岩園北海公園の一北海公園は、中華人民共和国北京市にあり、古宮の北西に位置する、宮廷庭園である。河北を征服した元朝の首来は、この島を中心に大都を設計した。領代に作られた離宮を起源とし、金、モンゴル、秋清と継承された。モンゴル時代には、 政治的貢献の大きかった長春道人、岡初期に与えられ、北海の中央にある経華島に道館が作られた。後に定位についた首雷が経華島に住んだこともある。公園として一般開放されたのは、中華人民共和国建国後のことである。現在の公園は、湖と仏教寺院のある島、南岸の壇上、北岸の庭園を中心とする建物群からなる。 正門のすぐ左手にあるのが、壇城である。壇城とは、文字通り、丸い城という意味である。近代には漁園だったが、現在では高さ4.6メートルのレンガの城壁が、周囲276メートルの長円形の丘を囲んだ、小さな要塞である。また、正門をくぐると正面に、永安橋がかかっていて、経過島に渡ることができる。この経過島内にそびえ立ち、 先の団状の正面に位置するのが白桃山である。新朝の創始者、順次帝によって創建された永安寺というラマ仏教寺院で山頂に建てられた白い塔が遠くから人目を引く。経過島の左の湖際には何県かの食事ができる店や、ボート乗り場があり、市民公園の雰囲気がある。春から秋にはボートが楽しめ、冬には天然のスケートリンクとなる。 ありがとうございます。